検証。スノーマンはなぜ人気？ハマった理由を総まとめ。グループとしても単独でも目覚ましい活躍のスノーマン。歌、ダンス、アクロバティックという武器が強みで、9人のメンバーそれぞれが強い個性を持っていることでも知られています。彼らの人気の理由や、ファンがスノーマンにハマった理由をまとめましたので、ぜひご覧ください。スノーマンメンバー紹介。それではまずは個性輝くスノーマンの9人のメンバーをご紹介していきます。岩本照。まずはスノーマンのリーダーである岩本照さんからご紹介。岩本さんはスノーマンの筋肉担当と言われており、なんと体脂肪率は驚きの 3-4%。 ジャニーズナンバーワンと言っても過言ではないほどの肉体美の持ち主です。岩本さんはジャニーズジュニア時代に雑誌ターザンの表紙を飾っていますが、ジャニーズジュニアがこの雑誌の表紙を飾ったのは岩本さんが初めてと言われています。また筋肉担当だけでなく、グループ内での振り付けも岩本さんが担当しています。その際に岩本さんはシルバニアファミリーのお人形でフォーメーションを考えたりしているとのこと。いかついビジュアルの岩本さんからは想像がつかないギャップですよね。その他にも岩本さんは怖がりでお化け屋敷が苦手、チョコが大好きな甘党などという可愛らしい一面があります。深澤達也。次にご紹介するのはスノーマンの最年長である深澤達也さん。最年長ということでジャニーズ歴も長く、社交性も高いため先輩後輩問わずみんなから慕われています。そのためスノーマンの MC 担当としてみんなをまとめてくれています。仕切りが上手で盛り上げ方もうまいため、しっかり者のイメージが強い深澤さんですが、実はボケも大好き。ここぞという時には最大級の笑いを作ってくれます。そんな深澤さんですが、以前は2枚目キャラを目指していたそうです。しかしタッキーの助言で3枚目キャラに転向。転向したとは言っても、もともとは2枚目キャラでも十分通用するほどのビジュアルですので、イケメンがボケているというギャップがファンにはたまらないのです。渡辺翔太。3番目にご紹介するのは塩顔イケメンで人気の渡辺翔太さん。渡辺さんがソロで表紙を飾った雑誌アンアンは発売前に重版が決定するほどの人気でした。そんなイケメンぶりを発揮する渡辺さんは、顔だけでなく声もイケメン、歌もめちゃくちゃうまいんです。そのためスノーマンの楽曲では重要なパートを受け持ち、グループのボーカルレベルを高めてくれています。イケメンキャラの渡辺さんは、実はファンの間ではサンリオのキャラクターのシナモンロールに似ていると言われています。特に口元が似ているそうですが、なんだか可愛らしいギャップですよね。阿部亮平。4番目にご紹介するのはジャニーズきっての秀才と言われている阿部亮平さん。阿部さんは上智大学理工学研究科に進学して修士課程を修了したジャニーズ初の大学院卒アイドルなのです。これだけでも十分すごいことですが、阿部さんはなんと大学3年生の時に難関と言われている気象予報士の試験にも合格されています。頭の良さを生かしてクイズ番組への出演や様々な企画に挑戦している阿部さん、いつかお天気お兄さんとして活躍する日も来るかもしれませんね。これだけ頭がいいとクールなキャラなのかなと思いきや、実は阿部さんはいつもニコニコで優しく、ファンの間ではあざとい女子アナ系キャラと言われています。絶対に怒らない阿部さんの優しさは、メンバーの目黒蓮さんが、女だったら阿部ちゃんの彼女になりたいと言っているほどです。宮舘涼太。5番目にご紹介するのは、スノーマンの色気担当の宮舘涼太さん。貴族な雰囲気で、色気抜群な宮舘さんは
ファンから伊達様と呼ばれています。宮舘さんのダンスは優雅すぎると話題です。そんな貴族系アイドルの宮舘さんはお料理も得意。その特技を生かして夢食堂の料理人というドラマに出演したこともあります。宮舘さんはメンバー内では渡辺翔太さんと特に仲が良く、二人が幼稚園のゆり組時代からの幼なじみであったことから、ファンの間ではこのコンビのことをゆり組と呼ぶ人もいます。幼稚園時代からの幼なじみとジャニーズで同じグループとして活躍するなんてすごいことですよね。佐久間大介。6番目にご紹介するのはスノーマンの切り込み隊長である佐久間大介さん。いつも笑顔でテンションマックスの佐久間さんはスノーマンを盛り上げてくれる存在です。そしてその天真爛漫さで時には場を和ませてくれることも。佐久間さんは大のアニメ好きでも知られており、同じくアニメ好きであるキスマイの宮田俊哉さんと仲がいいです。そんなアニメ好きが功を奏して、佐久間さんはアニメブラッククローバーで声優デビューを果たしています。実は佐久間さんは大学で映像芸術コースで芸能関係を勉強していたこともあり、その際に声優の授業も受けていたため声もとてもいいのです。また子供の頃からヒップホップやバレエなど様々なダンスを経験していたこともあり、佐久間さんのダンスは飛び抜けてすごいということでも知られています。技術はもちろん、見せる表現力が半端ないのです。向井康二。7番目にご紹介するメンバーはバラエティに強い向井康二さん。向井さんは関西ジャニーズジュニアからスノーマンに加入しました。そんな経緯もあって向井さんのお笑いのセンスは抜群。芸人さん顔負けのリアクションや笑いも取れるため、バラエティで大活躍してくれます。ボケももちろんできますが、向井さんは関東出身組が多いスノーマンの中でツッコミもバシッとできるという貴重な存在。お父さんが日本人でお母さんがタイ人のハーフですので、タイ語を話すことができ、ムエタイも得意で時々披露してくれます。タイのムエタイ教室にあった向井さんの写真を見たジャニーさんがスカウトしたという逸話もあります。また関西出身であるため、その面白さが注目されがちな向井さんですが、実はめちゃくちゃ繊細でアーティスト肌な一面もあります。カメラが趣味で、向井康二が学ぶ白熱カメラレッスンという連載をアエラでやっておりますので、向井さんのアーティスト肌な一面も見たいという方はぜひこちらもチェックしてみてください。目黒蓮。8番目にご紹介するのはスノーマンのビジュアル担当である目黒蓮さん。184センチの高身長で手足が長くスタイル抜群な目黒さんは、その容姿を生かしてファインボーイズというファッション誌の専属モデルを務めています。また2021年に放送されたドラマ表情2に出演した際には、ジャニーズのことは思わなかった、彼の演技に思わず目を引かれたなどと高い評価を受け、役者としても注目されています。また2022年現在ではドラマサイレントに出演し、その好演ぶりが注目を集めています。サイレントでの目黒さんは若年発症型両側性肝音難聴の青年という難しい役どころですが、感情を口ではなく瞳で表現する目黒さんの演技が胸に刺さると話題になっているのです。ビジュアル担当でクールで寡黙な目黒さんですが、実はちょっと抜けている部分もあったりします。2019年にメンバー全員で出演したネプリーグでは、連絡という漢字を連絡と書いたり、蛇のことを哺乳類だと言ったりするなど、その天然ぶりを炸裂。イケメンなのに天然なおバカキャラというギャップがたまりませんね。ラウール。最後にご紹介するのはスノーマンの末っ子であるラウールさん。
最年少ですが、一回りも年上のお兄さんたちの中に混じっても違和感がないくらい落ち着いていて、オーラもあります。そんなラウールさんはジャニーズジュニア時代から群を抜いて輝いていたといいます。ラウールさんはジャニーズに入所する前からダンサーとして活躍していたため、ダンススキルがとてつもなく高いのです。そして南米ベネズエラ人のお父さんと日本人のお母さんのハーフで、目鼻立ちの整った綺麗な顔立ちをしています。今はまだ幼さの残るラウールさんですが、これからどんどんイケメン化が進んでいくことでしょう。スノーマンではセンターとして活躍しておりますが、2021年には映画ハニーレモンソーダで主演を務めるなど、俳優としても活躍しています。ダンスパフォーマンスがすごい。スノーマンの魅力の一つはそのダンスパフォーマンスの凄さにあります。一人一人のダンスのレベルが高く、かつ9人が息ぴったりでポーズを揃えるコンビネーションも抜群。全体的に身長が高いグループなので、パフォーマンスもよりパワフルなものに見せることができるのです。特にラウールさん、佐久間さん、岩本さんは評価が高く、この3人が特にダンスが上手いと言われています。9人それぞれが個性的な動きも交えていて、ファンを飽きさせないパフォーマンスをしているというのも人気の秘訣なのでしょう。バラエティ路線で親近感がある。アイドルというとかっこよくて手の届かない遠い存在というイメージが強いですが、スノーマンはバラエティ路線のため親近感があるアイドルです。それスノーマンにやらせてくださいという TBS 系列の番組では、スノーマンのメンバー9人が様々な企画に挑戦しています。それぞれの企画をみんなが楽しそうにやっているのが印象的で、スノーマンのメンバー全員の温かさを感じることができます。ステージ上でのかっこよさとバラエティで見せる親近感あふれる雰囲気とのギャップがファンの心を掴んだのではないでしょうか。バラエティ路線にも力を入れることで生まれた手が届きそうで届かないギリギリのラインが彼らの魅力を高めているのです。9人全員の個性がある。スノーマンのメンバー9人は先ほどの自己紹介でもお分かりかと思いますが、それぞれに個性があります。筋肉担当、 MC 担当、ビジュアル担当、頭脳担当、バラエティ担当、貴族キャラ、切り込み隊長、役者、末っ子。一つのグループだけでこれだけのキャラを網羅しているジャニーズグループはスノーマンだけなのではないでしょうか。それゆえにスノーマンを好きになるきっかけがいろいろなところに落ちているのだと思います。メンバーそれぞれが他のメンバーにはない個性を持っているため、グループ活動だけではなくソロ活動も充実しています。そのためスノーマンのメンバーを見かける機会は多く、ファンになる入り口が至るところに散らばっているのです。下積み時代が長いグループだから応援したくなる。スノーマンはジャニーズの中でも下積み時代が長かったグループです。2009年に前身ユニットであるミススノーマンが結成され、2010年には滝沢歌舞伎などで本格的に活動を開始。そして2012年に正式にスノーマンとしてグループ活動を開始しています。ジャニーズジュニア時代は6人で活動を行っていました。そこから2019年に向井さん、目黒さん、ラウールさんが加わり、2020年1月に9人でデビュー。デビューに至るまでにかなりの年月がかかっています。先輩ライブのバックダンサーとして望まれるほどの実力であったにもかかわらず、デビューの機会に恵まれず後輩グループに先を越されるなど、悔しい思いもたくさんしていたそうです。しかしそうした長きにわたる下積み期間があったからこそ、歌やダンスの実力がしっかりと磨かれ、ジュニア時代からの根強いファンを獲得して、2022年現在の人気につながっているのではないでしょうか。メンバー全員仲がいい。
スノーマンのメンバーはみんな仲が良く、まるで家族のような温かい優しい雰囲気があるグループです。このメンバー同士の仲の良さにファンは癒され、ほっこりとした気持ちになれるのです。スノーマンの息の合ったダンスもこの仲の良さだからこそ生み出せるものなのでしょう。何がきっかけでファンになったのか、世間の声。何がきっかけで皆さんがスノーマンのファンになったのかを以下にまとめてみましたので、ご覧ください。このように9人のメンバーがそれぞれ違った個性で活躍しているため、ファンになるきっかけも様々です。まとめ、いかがでしたでしょうか。ステージ上では迫力のあるダンスやアクロバティックに綺麗な歌声を聞かせてくれるスノーマン。メンバー同士とても仲が良く、バラエティではステージ上とはまた違った魅力を見せてくれます。幅広い年齢層で9人それぞれが違う個性を持っているため、ファンも幅広い層を取り込むことができるのでしょう。日々進化を続ける彼らに今後も目が離せません。